非電が受注可能な流星の任務についてお伝えしましょう。こちらからお選びください。了解しました。それでは詳細内容をご説明いたしましょう。これは今すぐに何かをするという類の仕事ではないのですが、救済という活動について何か聞かれたことはありませんかな。さよう。実態がどこまでのものなのかはっきりとはしないのですが、ドラゴンを崇め滅びを望む忌まわしき一派と言われております。混乱に乗じてそういった連中が力をつけるのは甚だもって不都合なこと。貴殿に置かれても救済については心に留め置かれて、何かあれば我が方に報告いただきたいのです。うん、ではよろしく頼みましたぞ。貴殿がこちら。了解しました。救済については断片的な情報しか得ておりません。何を目的とした集団なのか、首謀者は、具体的な活動内容は全て謎です。それゆえ情報収集は困難かもしれませんね。ともかく市民に聞き込んでみるところから始めるしかないでしょう。情報を持った人物がいるはずです。メルデスという町人が情報を持っているはずです。メルディスを探せば話が早そうです。この辺りの家は有名関係者のものでしょうか。情報を持った人物がいるはずです。探してみましょう。救済について知りたい？あんた、メイソンの友達か何か？メイソンもやたらと救済について聞きたがってたんだけど。クエストですべきことを学びました。メイソンのねぐらなら貧民街のどこかだよ多分ね。やつも救済のこと調べてたみたいだから探して聞いてみりゃいいんじゃないか。メイソンならば確かこの貧民街で生活している。メイソン、やつも。あっしをお探しで？まさかとは思うけど、あっしを捕まえに来たわけじゃないですよね。わかってますよ。救済のことでしょ。訳あってあっしもその辺をちょいと調べてたんですが、どうもこの面が怪しげなのか、みんなあまり喋ってくれなくてね。時にあんたも連中を探ってるんなら実に好都合じゃないですか。あっしに代わって聞き込みを続けてみちゃもらえませんかね。ありがたい。じゃこれを持っていってください。このクエストに詳しくない。先ほど渡したものは救済の仲間内で通じる不調でして、そいつを持ってりゃ奴らの仲間と思われて、さらに何か聞き出せるかもしれません。何か分かったら、あっしの方にも聞かせてくださいよ。先ほど何か。救済の不調があれば、新たに話を聞ける者がいるかもしれません。確かサラスという町人が詳しい情報を持っていたが、ここにも人が住んでいるのですね。
ここは酒場でしょうか。おや、そうかい。そういうことだったのかね。だったらあんたは例の集会には行くのかね。何でも組織の偉い人が来るっていう。私らは全然下っ端なんで、偉い人には近づけもしないけどね。おや、そうかい。私。兵たちの気苦労も大変なものでしょう。ん？ああ、あんたもあれか。各社と救済ってどっちかっていうと相入れない気がしてたけど、意外だね。ま、俺はそれほど熱心なわけじゃないんでよく知らないんだけどね。この先から城壁を越えて上の区画へ行きます。例の集会な、どこかの地下墓地でやるらしいが、俺は行かないよ。冷やかしで行くには危険すぎる。クエストの知識を得ました。町の北西に入り口があると言ってましたね。とにかく行ってみましょう。地下墓地で集会ですか。なるほどね。地下墓地の入り口はいくつかあるようですが、ここからだと北西にある川向こうのやつですかね。いい情報ありがとうございます。明日もちょっと様子を見に行くことにしますよ。こんなところに出入り口が。何の目的で作られたんでしょう。遠方に塔が見えます。一度地図でもご確認を。水辺に近づくときは気をつけてくださいね。漂着した船のようです。探せば何かあるかもしれません。足場が悪いですね。注意して進まなければ。このように人目につきにくい場所は何かを発見できる可能性があります。海岸沿いは丁寧に探索しましょう。珍しいものが取れるかも。地図を確認しましょう。まずは人の話を聞きましょう。何事もそこから始まります。各所様、近く。
この道を進めばいいはずです。城壁か何かの跡でしょうか。各社様、地下墓所はこちらの方向です。武装した敵です。空を飛ぶ魔物、戦う術は限られますね。強い魔物から仕留めます。隙の大きい技をかわし直後を狙いましょう。全員やれ。しておきます。半島には盗賊もはびこっています。街道でいきなり襲われることも。
この中。この異教の地下墓所、十分警戒していきましょう。異教の地下墓所、今は訪れる者もほとんどいない。ランタンをつけて進まないと危険です。まだ宝本部も欲しい。中は何でしょう。現在の力が広まるずっと以前。まず私が行きます。扉が開かなくてはこの昇降機は使えませんね。先の民は地に根付く古代の神を崇めていたようです。死者の魂を地に返し、時代の魂として浄化再生する、そのような祈りが込められていたと推察されます。あちこちからアンデッドの気配がします。このエリアに詳しくなりました。その壁は乗り越えられそうです。どうだ。ひるまず攻撃してきます。気をつけて。何か足場になるものがあればいいんです。聖なる攻撃で一気に倒しましょう。バッドアンデッドがいます。倒れろ。まず私が行きます。これは入手しておきます。アンデッドです。蓋の閉まっている棺に気をつけてください。我々の勝利です。私あっての成果でしたね。罠が仕掛けられていることもあります。開ける前に調べた方がいいかもしれない。部屋の奥には扉を開く仕掛けがあります。アンデッドが現れました。やりました。私あっての成果でしたね。この扉を開けるには仕掛けを動かす必要がありそうですね。一体いつのくらいのものなのか。墓という概念は、しかしここが異質な空間であるというのは理解する。何度来てもこの空間は好きになれません。我ながら素晴らしい立ち回りでした。ファットアンデッドが現れました。アンデッドが潜んでいます。アンデッドがいます。この辺りをつけておきます。消えています。アイテムを拾います。何やらここに取っ手が。何かの装置のようですが、これで下に降りられそうです。この取っ手を使えば、おそらく地下の集会所に進めるかと。迷路のような構造は、天然の洞窟を利用した構造のせいでしょう。今や各所が崩壊し、全域を突破して確認するのは難しそうです。それだけに密会、よからぬ企みや計り事を話すのは絶好の場所。宝が。中は何でしょう。周囲を注意深く探ります。ファットアンデッドです。アンデッドが現れました。来ます、ファントムが。まずは私が仕掛けます。ここは相手の出方を待ってみます。固まって戦いましょう。束になって来られると厄介です。奴には剣が効きません。まず待って。アンデッドがいます。バッドアンデッドがいます。日記の引き始めます。
周りでした。傷を癒しましょう。何度でも回復します。このはしごで下に降りられます。アンデッドです。この通路が続いているんでしょうね。魔物と出くわしたら段差をうまく利用しましょう。アンデッド、好戦的な獣人です。女性を見て興奮しているようです。やめろ。仲間が捕らわれました。
傷を癒しましょう。私が様子を見てきます。今、扉の向こうから声がしましたね。何度でもお助けしましょう。このまま進むと集会の場所から離れてしまいそうですが。各社様、まだまだこれからです。声のする方に行ってみましょう。さっきよりも声がはっきりと聞こえます。この声は、目的の場所は近いようです。扉は開かないようです。どこかに2階へ上がる段差があるはず。目的の場所はすぐそこです。なぜ快楽もまた魂の不整合性から生み出されるいびつな機能界に過ぎず。苦痛の対として与えられる一時的な錯覚でしかないからだ。目的な場所はすぐそこです。永遠に快楽だけを得られる魂という存在はこの世界ではありえない。世界はそのありようを正しくしようともがき、それ自体が歪みに苦しんでいる。正しく平常な世界と全ての魂が一つの安定した状態に収まり、完全かつ普遍の存在へと昇華することだ。すなわち人の魂に等しく威風を与える存在こそがこの世界の襟を正そうとする修復機能の現れだ。人はその魂を絶対の力を持つ最低者ドラゴンに預けねばならない。永劫の苦痛を逃れ、真にあるべき魂の平定状態を求めるために滅びの祭典を受け入れねばならない。それは一見諦め、無責任な委ねに思える。だが違うのだ。人よ、恐れを避けるな。恐れを読み嫌うな。意義こそが崇高なる魂の本質をつまびらかにする。足元に気をつけて。骨を踏むと音が出ますから。一体何が起ころうとしているのでしょうか。
あなたにお分かりになりますかね、学者殿。学者殿よ、これが答えです。全てを混沌に、全てに死を。さすがは各社さんってところですかね。さて、ちょいとこちらへ。胸吉なる輩は入手しておきます。救済とどのような関わりを持つのか、謎は深まりますね。ん？何かありますよ。エリシオンは逃がしましたが、幹部の一人を抑えやしたよ。まずまずの収穫ですかね。いろいろと聞き出すこともできました。俺にとっちゃちょっとした遊びだよ、こんなものは。最初から破壊だろ救済だろ信じてたわけじゃない、本当だ。とはいえ、このまま逃がすと面倒なことになりそうですね。アッシュが各社と通じてるのもバレてしまう。あ、待ってくれ、話が違う。まあ、お待たせします。クエストですべきことを学びました。あなたの判断に私が口を挟もうと思います。何かあるよ。だが私は思うのだ、その方とて話が通じるわけではないと。ここは各社様の覚悟次第、判断はあなたにお任せします。我らは従います。なあ各社よ、その手を血に染め流れに逆らい何の得があろう。あなたの判断に私が口を挟もうとは思いません。待とうではないか。な、さすがですね。いや、まったく、これでめでたく頼りになる仲間ができたってわけですな、ね。
というわけで、また何かあったら連絡しますよ。一緒に救済の連中を追い込んでやりましょうや。ね。的確な判断だと思います。他に方法もありませんでしたし。これは入手しておきます。ごきげんよう。やはり救済の連中は何かを企んで集会を行っていたのですね。うん。そのエリシオンとやらを取り逃がしたのは返す返すも残念でしたな。我が方も一層の警戒に努めますが、キャツはこの後も各社殿を狙うやもしれません。お気をつけよ。ともかくご協力に感謝します。クエストですべきこと